まずは今日の試合お疲れ様でした。まずは今日の試合の振り返りお願いします。まあ、後ろとしては、まあ、相手のシュートをゼロに抑えられたってことと、前の選手は、4点っていう大量得点を取れたことに、まず次の試合に対する、自信につながったかなと思います。決勝トーナメント2回戦の抱負をお願いします。まあ、次も、強い相手だと思うので、今日しっかり、1回体を休めて明日の試合に備えたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。